皆さん、南国神々の島からおはよう、こんにちは、こんばんは。ランプヤン寺の方に行く途中で、ティルタガンガっていう観光地を紹介したいと思って、ぜひこの動画を最後まで見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。今はですね、ティルタガンガっていう王様の、休憩する場所なんです。ウォーターペレスですね。行きましょう。こちらにも遊びに来てる観光客がいっぱいいるんですよ。はい、入り口の前の方にですね、まあ、魚の餌とかも売ってるんですよ。まかなイカン、まあ、一応池があって、まあ、綺麗な池なんですね。インスタ映え的な池なんですよ。まあ、レストランとかもありますね。はい、あそこの中にあります。はい、皆さん最後までこの動画を見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。うわ、ヘビだ、ヘビ。うわー、あのヘビ大きい。あ、イグアナ。あ、イグアナだね。これがヘビ。ピトンに来ましたね。ピトン。あれ、クニングね。ロウエントン、アルビノ。アルビノ。アルビノ。あれ、ちょっとリアさんにしてた。シャープ。シャープ。スミングスカイ。うわー、でっか。Yes, put the snake, snake, iguana, and the fruit bat. はい、中の方に入りましょう。ですね、こちらが、イストリ様の入場料は5万ルピアです。子供は1万5000ルピアですね。はい、中身はこんな感じでございます。タマンティルタガンガっていう観光地です。まあ、ここもですね、インスタ映え的な感じの池があります。やっぱりどこに行っても観光客がいっぱいいますね。はい、すごいですね、ここインスタ映えです。お、魚でっかいですね。
Dia tak mana? Tengah ya. Ini kan foto sama tu. はい、皆さん、ですね、ティルタガンガの方に遊びに行きたい方がですね、ぜひドイバリーカーチャーターを、ご利用してください。僕らバリ島で人気ナンバーワンの、観光ガイドですね、ぜひバリ島旅行からドイバリーカーチャーターをご利用して自由にいろんな場所へですね、ご案内することができます。でこちらがティルタガンガっていう観光地です。魚でかいですね。うわはい、ですね、皆さん、こちらの池っていうかプールなんですよ。で昔カラガサン県の王様がこちらで、まあ、休憩場っていうか休憩する場所、のんびりする場所ですね。でここのプールに入るんですよ、まあ、水も自然から、まあ、湧き水から出てる水だからすごく気持ちいいです。もうですね、気温が最高に気持ちいいなんですね。皆さんバリ島旅行からこちらにも遊びに来てみてください。すごく最高です。Hello! Hello! バロンです。タマンっていうのが公園っていう意味なんですね。ティルタガンガ公園っていう意味なんです。わあ、いいですね。こちらは綺麗です。
はい、ですね、皆さんがですね、ランプヤン人とか観光をしに行きたい方々がですね、まあ、途中でこちらの、ピルタガンガウォーターペレス、まあ、公園ですね、立ち寄ることもできます。はい、皆さん、そんな感じでした。ティルタガンガの情報ですね。まあ、ティルタガンガも一応素敵な公園です。タマンティルタガンガっていうカラハサム県の方にある、公園ですね。次の動画にも楽しみください。チャンネル登録をよろしくお願いします。それではトイちゃんでした。Oh my God.